日本ではデッドボールを当ててしまった際には帽子を取って謝罪するというのが通例となっています。しかし本場アメリカではそもそも謝るという習慣がないため、時折激しい乱闘騒ぎになることも。今回はとある試合で大谷翔平選手がデッドボールを当ててしまった際に取った行動が全米で話題になっていることを紹介します。デッドボールを当ててしまった大谷の行動とは、2023年6月10日、2番投手として出場していた大谷選手。投手として勝ち星こそつかなかったものの、5回97球を投げ、3安打3失点。6つの三振を奪うなど、この日もショータイムを披露しました。また、打者としては第1打席にサードへの内野安打を放つと、続く第2打席では2アウト1塁の場面で今季5打数ノーヒットと苦戦していた先発のカスティーヨ投手の甘く入ったチェンジアップを捉え、一時同点となる17号ツーランホームランを放ちました。第3打席にもツーベースヒットを打ち、残りの打席で3ベースが出ればメジャーで通算2度目となるサイクルヒット達成となるはずでしたが、7回の第4打席ではファーストゴロに倒れ、記録達成はお預けとなってしまったのです。結局、大谷は投手として5回3失点、打者としては4打数3安打、1本塁打2打点という成績を残し、勝ち負けこそつきませんでしたが、チームは5対4で勝利しました。大谷選手はこの試合の後、日米のメディアの取材に答え、一番悪いんじゃないかというくらいの出来だった、と分析。投げているボールとか、体の動きづらいなというか、あんまりしっくり動いていないなという感じが強かったと思います。この言葉が物語っている通り、大谷選手はかなり調子が悪かったのか、与えた四死球は6つを数え、制球に苦しんでいたのです。さらに、5回には、マリナーズの主力であるフリオ・ロドリゲス選手へ投じた3球目のストレートが内角に抜け、左腕に直撃するデッドボールとなってしまったのです。それを確信した大谷選手は、空を申し訳なさそうに仰ぎ、右腕を上げてロドリゲス選手へと謝罪の意思を示したのです。野球の本場でもあるアメリカのメジャーリーグでは、デッドボールを与えた際に、日本のように帽子を取って謝罪の意を示すということはありません。メジャーリーグでデッドボールを当てたとしても、故意ではないのだから謝る必要はないという暗黙のルールがあるためです。しかし、もともと礼儀正しく真面目な大谷選手は、当ててしまったことに責任を感じたのか、悔しそうに天を仰ぎ、帽子を取って非常に申し訳なさそうな仕草をしたのです。ロドリゲス選手ももちろん故意ではなかったことを理解していたのか、すぐに一塁へと歩き、何事もなく試合は進みました。その試合後、大谷選手はマリナーズのロッカールームを訪れ、再度ロドリゲス選手に謝罪。対戦相手チームとはいえ、翔平大谷というメジャーの大スターが直接謝罪に訪れたことで、ロドリゲス選手は困惑とともに嬉しさが込み上げてきたのだといいます。四球を受けた腕について、問題ないよ。次の打席にも立つことができたからね。それよりも、チームを勝利に導けなかったことの方が悔しいよ。ロドリゲス選手は試合後、地元紙シアトルタイムズのインタビューにこのように答えました。続けて、大谷選手との間に何が起こったのかと尋ねられると、腕に当たった直後に帽子を脱いで謝罪をされたよ。だけど悪意がないのは分かっていたし、彼が人格者だということも知っていたから、特に気にしていなかった。試合後にわざわざベンチに来て挨拶に来たから驚いたよ。と、改めて大谷選手が謝罪に訪れていたことを告白しました。俺は気にしていないと言ったんだけどね。大谷はこの世界で唯一無二の最高の選手。対戦するのが好きだし、彼のような素晴らしい選手になりたいね。ロドリゲスは笑顔でこのように話していました。それで気が済むような大谷ではなかった。制球を乱し、ロドリゲス選手へとデッドボールを当ててしまった大谷選手。
その翌日となる2023年6月11日の試合前、ロドリゲス選手は大谷選手と会話を交わすシーンがありました。大谷選手はロドリゲス選手とがっちりとハグと握手を交わすと、前日に当ててしまった左腕をスリスリ。ロドリゲス選手も笑顔でその行為に応じ、二人は非常に仲が良さそうに雑談を交わしていました。ですが、この後に二人に悲劇が訪れます。仲が良さそうに雑談を交わしていた二人のもとへと、鋭いボールが襲いかかってきたのです。それに驚いた大谷選手とロドリゲス選手は、何事だったのかとあたりを見渡しましたが、ほどなくして再び笑い合います。そして、ロドリゲス選手は大谷に向かってこんなジョークを言ったのです。俺の左腕に当てた罰が下ったんだろうな。これらのやりとりからも、この二人にデッドボールを当てた遺恨など全くなく、むしろ非常に仲がいいことが伺えますね。なお試合では、大谷にさせられた効果もあったのか、3回にマリナーズの主砲、フリオ・ロドリゲス選手が、ワンアウト一塁の場面で、先発であったパトリック・サンドバル投手から、バックスクリーンへの本塁打を放つなど、5打数3安打2打点と活躍。打線を牽引し、連敗中であったチームを勝利に導きました。その試合後、ロドリゲス選手は報道陣の取材に対し、チームにとっても非常に大きかった。何より自信が持てたと思う。と、勝利の味を噛み締めていました。さらに、試合前に大谷選手と話していたことを尋ねられると、腕の様子を聞いてきたんだ、と明かしました。もちろん故意で当てたわけではないことは分かっている。私は彼のファンだからね。メジャーリーグに渡って早6年、大谷選手はすでに数々のスター選手すらも虜にしてしまう、魅力あふれるプレイヤーへと進化を遂げていました。大谷の謝罪光景は以前にも。実はこのロドリゲス選手に対する謝罪行動は、以前他の選手にも行われていました。2023年4月6日、この日も大谷は3番投手兼指名打者として先発出場し、6回を投げ、3安打1失点と好投。その後、チームは2点を返される展開となったものの、マリナーズの追撃を振り切り、見事に勝利。大谷選手も投手として初勝利を挙げた試合でした。しかしこの試合、大谷選手は6回までに111球を投げており、与えた四死球は実に6つを数え、決して調子が良かったわけではなかったのです。この試合、序盤から大谷選手は大きく制球を乱していました。得意のスイーパーもストライクゾーンに決まらず、先頭から2者連続のフォアボールを与えてしまい、いきなりタイムリーで1点を献上。さらに、今話題となっているピッチクロック違反などもあり、2回にもこの日3つ目のフォアボールを与えるなど、非常に不安定な立ち上がりとなっていたのです。そして極めつきは3回でした。先頭打者であるタイラー・フランス選手への初球に投げたシンカーが大きく外れて、左腕に当たるデッドボールとなってしまったのです。大谷選手はこの後、ユジニオ・スアレス選手をライトフライ、キャル・ラリー選手をファーストゴロに打ち取りますが、続くテオスカー・ヘルナンデス選手と対戦した時に、それは起こりました。この試合が行われる前日には、2打席連続本塁打と、波に乗っているヘルナンデス選手との対戦ということもあって、地元ファンはじっとそれを見守ります。しかし、3球目に投じた、胸元をえぐるような151キロのシンカーを避けきれずに、右腕へと受けてしまったのです。苦悶の表情を浮かべるヘルナンデス選手にトレーナーが駆け寄り、自身の不甲斐なさのためなのか、大谷選手も天を仰いで悔しそうな表情を浮かべます。メジャーでも屈指のスター選手である大谷選手ですが、この日の乱調には地元のファンも不満をあらわにし、珍しくブーイングを浴びせる事態となりました。結局、この後さらにフォアボールを与えたものの、その後のアレン・ジェイ・ポロック選手をサードゴロに打ち取り、ピンチをしのぎました。度重なるピンチを抑えて、ガッツポーズを見せた大谷選手。その後は、危なげなく相手打線を封じ込め、4回から許したヒットはわずかに1本だけ。
これだけを見ればやはり圧巻のピッチングを披露したと言えるかもしれませんが、序盤は大谷選手らしからぬ非常に不安定な内容となってしまっていました。アベマのスポーツチャンネルで視聴していたファンからも、さすがに大谷も疲れてるのかな、どっちも痛そうだと心配する声が相次いでいました。しかしマリナーズの地元紙であるシアトルタイムズは、大谷のその後の対応に注目しています。日本では当たり前のことかもしれませんが、ヘルナンデス選手にデッドボールを当てた後、大谷はすぐに帽子を取って謝罪の意を示します。ヘルナンデス選手もそれを見て一塁のベース上で笑顔で胸の前に拳を作り、気にするなとジェスチャー。大谷はそれでも気が済まなかったのか、ポロック選手を打ち取った後、すぐにベンチへ戻ろうとするヘルナンデス選手に、ソーリーと声をかけたのです。タイムズ紙の記者であるライアン・デイビッシュさんは、大谷が即座にヘルナンデスに向けて謝罪、デッドボールは故意ではなかったことを意味するものだったと伝え、ファンからも、大谷はわざとデッドボールを当てることはしないよ、そもそもチームに合流する前にいい間柄を続けておかないとねと反応していました。さらに大谷選手はインタビューの後にもマリナーズのロッカールームを訪れ、先にデッドボールを与えてしまったフランス選手とヘルナンデス選手、そしてさらに指揮官スコット・サービス監督にまで謝罪していたのです。試合後、デッドボールを受けたヘルナンデス選手の腕には生々しい打撲痕がありましたが、ちょっとした打撲だよ、全く問題ないと笑顔を見せました。翔平はいい男だよ、わざとじゃないのも分かってるし何も問題はない。シーズン開幕直後ということもあり、怪我をしてしまうことの怖さを十分に知っているだけに、敵同士であれどリスペクトの気持ちは絶対に忘れない大谷選手の姿に、全米から称賛の声が浴びせられることになったのでした。当てられても大谷は笑顔で対応する。投打の二刀流として活躍している大谷選手ですが、やはり打席に立つということは、もちろん自身もデッドボールを受ける確率はどうしても残ってしまいます。2022年10月5日、この日はメジャーで史上初の規定投球回数と規定打席のダブル到達をかけた試合でした。この日、オークランドアスレチックス戦で3番指名打者で出場した大谷選手ですが、この日の第2打席で先発投手であったコール・アービン投手の131キロのチェンジアップが右腕に直撃してしまいます。うおという実況席にまで届くような声を上げ、激痛でしゃがみ込んでしまった大谷選手。その様子に放送席もしばらく絶句してしまいます。大谷選手の投げる方の腕だからね。解説を担当していたマーク・グビザさんもこのようにつぶやき、心配そうに大谷選手の動向を見つめます。トレーナーも駆け寄り、球場内には不穏な空気が流れますが、それを消し去ってくれるのもやはり大谷選手に他なりませんでした。しばらく手当てを受けた後、大谷選手は一塁上へと向かい、マウンドのアービン選手に対してもサムズアップポーズをとって笑いかけたのです。明日君に仕返しするよ。さらに大谷選手は一塁手であったセス・ブラウン選手にこのように冗談をかけ、ブラウン選手も勘弁してくれよと返し、二人はハグをして笑い合ったのです。この大谷選手の神対応により、一時はブーイングが起こるほどの騒然とした会場内も一気に和やかなムードに変わりました。この対応に地元ファンからは、大谷は優秀な選手の中でも特にいい人すぎる、大谷選手はやっぱり素晴らしいといった称賛の声が上がりました。そして試合後、大谷選手にデッドボールを当ててしまったアービン投手はインタビューに対し次のように答えています。ボールを大谷の腕に当ててしまった時はヒヤリとしたよ、僕がミスしてしまったからね。アービン投手はデッドボールを当ててしまったことを悔やみ、試合後に直接謝罪をするために大谷選手の元を訪れていたのです。しかし大谷選手はそんなアービン投手に対し、気にしないでいいよ、わざとじゃないんだからと
満面の大谷スマイルで答えたのです。本来であれば、翌日の投球に支障をきたしてしまいかねない事態に、怒りをあらわにする選手も多いのですが、大谷選手はその逆の対応をしたのです。その対応に、アービン選手は、ますます翔平のファンになってしまったよ、と答えていました。大谷選手は、デッドボールを受けた後も指名打者としてフル出場しましたが、残念ながらヒットを打つことはできず、この日まで続いていた連続試合ヒットは18でストップ。チームも延長10回にサヨナラ負けを喫してしまいましたが、翌日に大谷選手は投手として出場し、前人未到の規定打数と規定投球回数のダブル規定回数到達を達成。大谷選手は一体いくつ記録を生み出せば気が済むんだ？もはや存在自体が伝説レベル。対応だけでなく、記録でも偉大な功績を残した大谷選手の活躍をファンも喜んでいました。大谷はジャイアントキッド？二刀流としてのプレーだけでなく、その人間性でも大谷選手は毎日のように絶賛され、今や全米中で彼の名を知らない人はいないでしょう。2023年に行われた WBC で、共に大谷選手と日の丸を背負ったラーズ・ヌートバー選手は、飾り気がなく本当に普通の人間でとても謙虚な男だ、と大谷の人柄に驚かされたといいます。また、マーリンズのルイス・アラエス選手も、彼はとても謙虚で、そして闘争心が強い、とてもいい男だよ、と大谷選手のことを絶賛。今や押しも押されもしないスーパースターとなった大谷選手。しかし、そんな抜群の知名度を誇る大谷選手の普段の行動といえば、ルイス・レンヒーフォ選手やミッキー・モニアク選手にちょっかいをかけられつつも、仲のいい選手や相手チームの選手をいじり、周囲を笑顔にしてしまいます。チームに同行している現地の放送局の一つ、バリー・スポーツ・ウエストの記者、エリカ・ウエストンさんは、大谷選手のことを、野球を愛するジャイアントキッドだわ、と言い、笑顔になっていました。これからも、大谷選手は、プレーでは周囲を驚かせ、そしてベンチでは子供のように、純粋に野球を楽しむ選手であり続けるのでしょう。しかし、だからこそ野球ファンは、大谷選手に魅了されてしまうのかもしれませんね。ここまでご覧いただきありがとうございます。ぜひあなたの感想をコメント欄やグッドボタンで教えてください。今後も大谷翔平選手に関する動画を投稿していきますので、高評価とチャンネル登録をお願いします。